は早稲田大学演劇博物館国際シンポジウム、クリアな記憶を発掘する映像メディアとアーカイブの実践を通じてにご来場いただきまして誠にありがとうございます。その手のお願いになりますが、公演中の撮影、録音、飲食は固くお断りいたします。また携帯電話、スマートフォンなどの電子機器はあらかじめ電源をお切りください。ただいまより開演いたします。はじめに早稲田大学演劇博物館館長岡村美奈子よりご来場の皆様へご挨拶させていただきます。演劇博物館館長の岡室でございます。本日はお忙しい中、演劇博物館主催国際シンポジウム、クリアな記憶を発掘するにお越しくださいましてどうもありがとうございます。演劇博物館は、昨年創立90周年を迎えました。1月の20日までということで会期も残りわずかとなりましたが、現在90周年記念秋季企画展といたしまして、現代日本演劇のダイナミズムという展覧会を行っております。1月20日まででございますので、ぜひまだご来場になっていらっしゃらない方はそちらの方もお越しくださいませ。お待ちしております。さて、演劇博物館は、展示のほかにさまざまな、研究活動も行っております。本日のような国際シンポジウムも、開催しておりますし、早稲田大学が現在ダイバーシティの大学というふうなことも掲げておりまして、今日のテーマにもなります LGBTQ をめぐるような、イベントや研究会もまたやっていければというふうなことも考えております。今日は素晴らしいゲストの方にお越しいただいておりますので、どうぞ最後までごゆっくりお聞きくださいませ。よろしくお願いいたします。本日は寒い中ご来場いただきありがとうございます。早稲田大学演劇博物館助教の久保豊と申します。よろしくお願いいたします。本シンポジウムでは、サンフランシスコの GLBT 博物館から歴史博物館から、ストゥー・マダックス監督、京都大学からミティオ・ワダ・マルシアーノ先生をお招きし、主流文化の陰に埋もれてきたクリアな記憶を、アーカイブ化された映像メディアからどのように発掘し、展示していくかについて検討していきます。映画上映、登壇者の発表、Q&A の3部構成となっております。それではゲストスピーカーのお二人に登場いただきます。どうぞ拍手でお迎えください。ストゥー・マダックスさんはですね、6回エミー賞を受賞しており、 LGBTQ アクティビストとしても活躍されております。2020年には孤独、ロンリネスとソーシャルアイソレーションをテーマにしたミニストリー・オブ・ロンリネスという新しいドキュメンタリー映画を予定されています。 Thank you all for coming this evening. I think the film that you're about to see, certainly parts of it changed my life. I hope that some of you are touched by some of the things you see as much as I've been. And while the film is good, I think the conversation we're going to have afterwards is going to beat least as interesting. So thank you all for coming. 続いて、ミッピオ・アドマルシアーノ先生はですね、京都大学大学院、文学研究科教授で、今度2月の25日に、論文集ポスト 3.11、メディア言説再考が、法政大学出版局より、出版されます。私もそちらの方に書かせていただいておりますので、ぜひお手に取って読んでみてください。それではどうも、はじめまして、和田マルシアノです。今回は非常に面白いシンポジウムに呼んでいただいて、アーカイビングっていうのは私にとっては新しいフィールドではあるんですけれども、今回、発表するにあたりいろいろ準備をしていて、これは本当に次のブックプロジェクトになるのではないかなという、今回の発表はどちらかというとその初期のまだリサーチをやり始めたばかりの段階での発表なので、皆さんからのご質問あるいはコメントをいただければ非常にありがたいと思っています。よろしくお願いします。
なお発表に使用する言語ですが、マダックス監督は英語、和田マルシアノ先生と私は日本語で行います。同時通訳用のイヤホンを会場入り口でお受け取りになったかと思いますが、日本語はチャンネル1、英語はチャンネル2で設定されておりますので、適宜ご利用ください。でまた、お帰りの際には必ず会場出口にてご返却くださいますようよろしくお願いいたします。では、今からご覧いただくリール・イン・ザ・クローゼットはです、は古くから1930年代から1980年代までに LGBTQ の人々によって撮影されたホームムービーをつなぎ合わせ、彼ら彼女たちが生きた過去を、過去の日々を現代に蘇らせるドキュメンタリーです。で今回は本当は1時間バージョンがあるんですが、今回は時間の都合上25分のエデュケーションバージョンを、エデュケーショナルバージョンを上映いたします。英語音声のみとなりますが、音元に大体 の、 あの日本語訳を配布しておりますので、上映後にでもご参照ください。それではお楽しみください。ありがとうございます。Yutaka-san for setting up this wonderful evening in Waseda University, for hosting this symposium, and most of all, for you for coming this evening. And hopefully we will all leave inspired to go out, save, and share history that is waiting for us to discover. I hope that after watching the shorter educational version of Real in the Closet, that some of you not just see, but feel the power of images from the past to tell our stories today. I hope you saw yourself in the past and maybe, just maybe, felt something new for the first time. These home movies are from far away. They were made under different circumstances and in a different time. But I think that fact underscores how important it is to find what is waiting to be discovered here,in this city, in this ward, and in the homes around this very university. I believe that LGBT artifacts are everywhere, and we just need to be dedicated to find them. Then we need to be able to protect them from being lost. And finally, we have to be determined to share them, because the hope and empowerment that they can fill us withneeds to be felt by everyone, regardless of how we identify. This evening, I'd like to share some of the challenges you might face as you search for history. I'll talk a little bit about the GLBT Historical Society in San Francisco, where we did most of the research for this film. But let me tell you a little bit about myself and how this film came about. I'm a television journalist who is now an independent documentary filmmaker.In 2014, I received a newsletter in my email from the GLBT Historical Society, the organization that I mentioned earlier. In it was an article about a man who was slowly transferring old home movies of queer people from the archive into digital files. He was doing it as a volunteer. He was working late at night in his own home. But what was on these films?A lot of these movies had never been seen before, and they might just be a rare glimpse of what it was really like for real people to live as LGBT in the 1940s or even earlier. We have never really seen everyday queer people in the past, except through the heteronormative lens, in other words, how straight people see us.Now suddenly I was down at the GLBT Historical Society's archive. The man who had been making these digital transfers sat me in front of a computer. He pushed a play button, and what I saw changed my life. I was transported to 1947, and I saw myself. That looks like every summer I spent with friends as a young man.Seeing that familiar image gave me a sense of pride that I had never felt before, because things haven't changed.
That scene of a group of gay men sunbathing has been happening forever. It happens all over the world, and now after seeing it in the past, I am sure it will happen again for a long time to come. And I know that seems inconsequential, sunbathing, but I had never seen gay people so happy before, and never had been so absolutely sure that I was looking at people like me. We don't really stop to think about the power of motion in motion pictures. The power of seeing people move is so important to LGBT history, because if you think about it, we're a community that uses glances, we use gestures, we use mannerisms. In the past, it was all secret code to identify each other. Sometimes it was not so secret. Today, it's part of our more open society. But the way we move and look is still a distinct feature of our queer culture. And I'm speaking of queer culture in the LGBTQ sense in this moment. And so it's really convincing and connecting when we see someone from the past using those same glances, those gestures, those mannerisms that we use today. It's as if they're in the past looking at us and saying, we were here. And we don't get to hear that in the queer community often enough. The invisibility of our past is part of how we've been marginalized. That's why I made this film, so that others, especially young people, could feel the pride and empowerment that I felt for the first time. It's one thing to say that we've always been here as LGBT people, but it's another thing to see that we're there have always been LGBT people. And not only that, it's a people who know not just how to fight and win civil rights, but know how to find happiness no matter the circumstances. And that, to me, really seems to be how you survive, finding happiness through adversity. We saw in this film Lynn Kirstie, who is head of special collections for the Academy of Motion Picture Arts and Sciences. That's the organization that has the Oscars each year. But they do a lot of amazing things, including saving home movies. And she told me the simplest truth. People usually don't document their lives during the bad times. They want to have something to remember the good times. That's so obvious, but that's what makes LGBT home movies so valuable. Seeing us happy in the past is so rare, but we often were. Many of us carved out happy and whole existences. Now, suddenly I was surrounded with boxes of these little fragile rolls of film, and each one kind of held a clue of who I am, and certainly kind of question all my assumptions about the LGBT world, especially of the past. Now, I want you to pass this around, if you would, and maybe just hold on to it for 10 seconds, and just maybe feel the history that's on that, and whose story you might be able to save if you were to find some of these. And if you could give it back at the end, that would be great. So let's be honest, it's really hard to make a compelling documentary out of home movies. Sometimes they can be really boring. So how do you make a documentary that is compelling? You look at hundreds and hundreds of hours of footage to find the very best moments like what you saw there. We looked at about 200 hours of footage. And you simply don't have the time or the money as an independent filmmaker to go discovering all these films on your own. You have to find concentrations of it, and that's where archives come in. Archives are used by filmmakers and content creators almost as much as they are by researchers. In fact, a lot of times we're there trying to research how a scene would have looked at a particular time, or try to create a visual look and looking at pictures of the era. The conditions at the archive are much better now than when our documentary was shot. Film needs to be in cold storage,
And as you saw there in the film, at the time they were all in boxes with other papers. Today the archive has an agreement with the UCLA Film and Television Archive in Los Angeles to house those films in a climate-controlled environment. And that will be one of your biggest challenges if you try to do this with artifacts, protecting them properly, actually affording to protect them properly. The Historical Society has a budget of just more than 100 million yen. About a third of its funding comes from grants, about a third from private donations, and roughly a third from other sources. Attendance at its museum continues to grow each year, and the organization's goal is to build a world-class facility that would house both archive, galleries, and events to celebrate queer history on an international level. Excuse me. But back to the film. The biggest challenge was not trying to boil everything down into a compelling film. That's kind of what we do in our day-to-day work when we make what's known as an archival documentary. The biggest challenge was finding diversity, ethnic diversity, and socioeconomic diversity. The LGBTQ archives in the United States are often filled with artifacts, memories, and collections of one type of person, the middle class white male. There are reasons for that, which I'll explain in a minute, and that is changing. But this film, as you probably kind of noticed, is a result of that lack of diversity. It's flawed in its lack of diversity. And in fact, we worked so hard to make it more diverse, but that struggle became a part of this story. It's very easy for me to see myself in the past in these home movies. It was men like me who could afford the film and the projectors and all the equipment, not so much so for women and certainly not for many other groups out there. And that's what this documentary was supposed to be. You were supposed to be able to see yourself in it. That was what was so important. We found ourselves working so hard to try to incorporate diversity into this film that we quickly realized that the lack of diversity in these collections may be the most important part of this story. It's not that those home movies don't exist, because they do. And there are collections all over the world of different types of home movies from different cultures. It's that when you're an independent filmmaker, you have limited time and resources to search for them. You may be a researcher and be in the same position. So you really have to find where these films are most readily available. And your resources are very limited. So more times than not, you need to find where there is the biggest concentration of anything you're looking for, in this case, home movies. Usually the money runs out and we aren't able to dig deep enough to find the mosaic that we would like to create. And that's the real call to action that I hope you will take away this evening, not just finding history, but making sure you find everyone's history in equal amounts and make it accessible. With the GLBT Historical Society, there's an added layer of complication because of how it began. It began in the mid-1980s during the AIDS crisis. A nurse who worked at one of the hospitals treating AIDS patients realized that as patients died, the families were throwing away their life collections, and many of them were very historic. So he began saving material in his own apartment. And for the first 5 years, the GLBT Historical Society was in this man's apartment. But the problem is that now that collection is changing, but skews towards men, collections of men. I need to conclude soon, but let me offer each of you a link to the complete version of this film, because I like the 25-minute version, but I really like the 63-minute version. And no password is needed. It will be up on our website for a couple of weeks, and I want you to have access to that if you'd like to watch more. We are a small business. We make our films for educational purposes to schools and universities, but we would love to see this film seen by as many people as possible. So please spread the word about it. And I'm going to leave you with a challenge.
to go find home movies of the people who you feel most connected to. For me, it was LGBTQ people. But they are out there no matter who you feel most connected to. And they are calling to you. That little reel of film that's going around the room has a message. I'm here. I want to be saved. They need your help right now because they are being thrown out by folks who don't understand their importance. Sometimes they're being destroyed by families who feel ashamed of a loved one. Sometimes they're actually being destroyed by LGBT people themselves who don't want to shame their families. But they are our history, and we have to try to convince people of their importance. Think about that film that is being passed around this room. On it are some of the images that you saw in this documentary. We found that in a closet, and it was getting ready to be thrown out. Thank you.今日はですね、もともとそちらのスケジュールの方に書かれているタイトルとは少しタイトルを変えています。ボーイズラブの行方から考える日本におけるアーカイビングの問題点というふうにタイトルを変更させていただきました。今日はちょっと欲張りにですね、プリンティッドメディア、特にまあコミックス、それはボーイズラブというカテゴリーの中のコミックスと、あとは映像メディア、特に映画についての2つのメディアについてのアーカイビング、日本におけるアーカイビングの問題について考えていきたいと思います。2008年特定図書排除問題というものが起こりました。で、場所は大阪府の堺市の私立図書館なんですけれども、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけど、10年前の話なので、私自身がこの時期その日本にいたわけではないので、直面したわけではないんですけれども、そのボーイズラブを、今いろいろ読み漁っている途上でですね、こういうふうなことが10年前に起こったということを発見しました。約5500冊のボーイズラブコミックスなんですけども、図書が廃棄されそうになったということですね。で、それに対して150名を超えるジェンダー図書排除救命原告団という方たちがですね、それに対して訴えを起こしたわけですね。で、その時の代表者が当時東京大学大学院の教授であられました上野千鶴子さんが代表者になっていました。で、結果としてはですね、この特定図書排除問題というのは、堺市教育委員会教育長芝村光さんが手紙で対応するという形で終局に至ったわけです。ただその終局に至ったといってもですね、そこで結局こういうふうに終わったというふうな結論がですね、結局非常に問題点を残していたと私は思ったのですから、これは非常に面白いなと、ケースだなと考え始めました。で、ここでその芝村さんが書かれている手紙、これが実際の手紙なんですけども、その一部を引用させていただきます。過激な性的描写等のある図書については、青少年に配慮する観点から開花せず書庫に収蔵し、請求があった場合には閲覧貸し出しに対応するというふうな形で、その訴えに対しての答えというふうなことになったんですね。これよく考えてみるとちょっとおかしい非常に BL のコミック、あるいは BL の小説をご存知の方、興味がある方にとっては非常にこうあれって考えさせられるような文面なわけですね。なぜかというとですね、問題の核心が非常に保留されたままであるということなんですね。 BL 図書がどう青少年に有害であるのかについての見解は明らかにされていない。で、何が過激な性描写なのか、あるいは配慮する必要のある青少年とは一体誰なのかというのがおかしいなというふうに私は考えました。
BL 図書はですね、これはBL 進化論という書籍を書かれた溝口明子さんも書かれたことですけども、作家も編集者もそして読者の多くもほぼ 100% 女性であるとされている。でまたBL 手帳、美術手帳 の2010年版なんですけども、その BL のデフィニションとして定義としてですね、1990年代の日本で成立した物語ジャンルである。主に女性の書き手が女性の読み手に向けて描く男性同士の恋愛やセックスの物語ということはですね、もちろんそれが 100% というわけではありませんけども、青少年に有害というよりはむしろその多くの読者は女性であった可能性もあるということですね。このような紋切り型の対応というのを見るにつけて、BL というのはなかなか逆に面白いというふうなことをも考えましても、じゃあ BL っていうのは歴史が長いですから、どういったものが BL なのか自分自身が研究を始めたわけです。で必ず読みたい BL 漫画20というのセレクションがあるんですけれども、その中の一つ、例えばきっと声に違いない、これ2010年 の西田東さんの作品ですけども、これはこの画像がで皆さんお分かりのように非常にクリーンな漫画なんですね。中年サラリーマンが男に本気の恋をした、そういうのが物語の中央になっている漫画です。あとこれは私非常に好きで、14巻すべて読破したんですけれども、モーニングに2007年の12月から月に一度のペース連載中の吉永文さんの作品です。これは几帳面な弁護士の筧井史郎さんと人当たりの良い美容師の矢吹健二さんのカップルなんですけども、こういうようなキャッチがついているのは 2LDK のマンション暮らしの男2人が暮らしていると、食費月3万円なりというのは筧井さんが非常に弁護士でなんですけれども、非常にこう姉妹のいい家計をやりながら料理を作っていくというもので、これは非常にサザエさんの漫画のようにですね、ベッドルーム の描写がまるでない、全然非常にクリーンな漫画なんですね。これはご存知の方も多いかもしれませんけど、弟の夫、これは高根源五郎さんが書かれた2010年から17年の漫画ですけども、月刊アクションにて連載、この図柄に出ている外国人の方、マイクというんですけども、彼がカナダからある日いきなりやってくるんですね。でこの日本人の男性と女の子の家にやってくるんですけども、この日本人の男性の弟がカナダに行って、カナダは同性婚が法的に認められていますから、そこで結婚して、何かの理由で死んでしまうんですけども、その夫であったマイクがその領事のことを思って彼の故郷である日本をやってくるというような物語なんですけども、これは文化庁のメディア芸術祭漫画部門優秀賞などを受け、数々の賞を受けている、言ってみれば問題になるような漫画ではないということですね。あとこれは NHK の BS プレミアムでもテレビドラマになりました。BL の歴史、これはもう皆さんの方がご存知かもしれませんけども、簡単に見ていきたいと思います。1960年代、特に1970年に入ってたからだと思いますけども、竹宮恵子さんの風と木の歌、これは非常に当時流行りまして、その後もBL の古典のように言われています。で非常に華麗なジルベールという男の子と誠実なセルジュの愛が描かれているんですけども、同人誌というふうな形で当時、竹宮さんの場合はそうではなかったですけども、 BL のコミックというのはその交流をしていました。で当時やおいというような表現もBL を通して出てきた表現でありました。80年代になるとキャプテン翼の二次創作というようなことで、少年漫画や少年向けアニメを求めたとして男性同士の恋愛やセックスを描く、それがBL のパターンだと。でその中では攻めと受けといった一組のカップリングを表す方法が一般的になってきています。で2000年代になりまして、2000年代の BL 漫画のその代表作家は吉永文さんなんですけど、先ほど言った昨日何食べた
あの映画あじゃない、漫画の創作者なんですけども、同人誌活動を経て BL 作家としてプロデビューっていう方が多かったわけですね。他のジャンルでも活躍する作家たちも出てきましたと。そして現在なんですが、ここがまあ、私ここでまあちょっといろいろ考えることもあったんですけども、インターネットスマートフォンの普及によって漫画業界全体に激変が起こっています。それはまあ漫画だけでなくて出版そのもの自体、プリントメディアそのもの自体が非常に変化を受けているわけですけども、コストの高い雑誌ではなく電子配信などで作品を発表し、配信料や広告料を取るという形、特にまあコミックス、特に同人漫画界ではまあそれが主流になっていくわけですね。で、大手イラスト投稿サイト Pixiv の飛躍によってですね、同人漫画界が統合されたと言っても、まあ、過言ではないと。でこの時ですね、漫画を、非常にこう読み続けている人にとってはその漫画のマッピングをするのは非常に簡単ではなんだと思いますけども、そうでない人にとっては、こういう Pixiv の、ホームページを見ていただければ分かると思いますけども、漫画のジャンルの枠組みを超え人気作家や書き手がその非常に分かりやすくその自分たちの手に入っていくというふうな形態として我々に伝えられています。でこういうふうな Pixiv みたいなそのインターネット配信から、非常に大きなヒットを生んだのは隣の801ちゃん、2006年から の作品ですね。ただその吉永文 の作品、つまり、コミックになってしまったコミック化されているような漫画は、ここでは見れないと。そうするとじゃあ BL はどこで必ず読めるんだろうと考えると、当然我々考えるのは、まず最初に考えるのはそれは国立国会図書館に違いないと。それなぜかというと全ての本を集めているはずだからと我々は思うわけですね。でそのはずだからと思うその理由は、納本制度というのが国会図書館にはあります。リーガルデポジットということですけども、その方法、媒体の移管かかわらず陳貸しまたは販売により一般に流通する目的で作成されたあらゆる種類の出版物を数部1またはそれ以上の指定された期間に収めることを法的強制力を持って要請する制度です。したがって国会図書館は収集対象の資料群を可能な限り全て収集するべきであり、特性分野の資料に関し納本が少ないという状況はあってはならないというのが前提なんですね。しかしそこには前提を打ち破るその例外もあるということです。それが成人向け出版物のケースなんですね。成人向け出版物は他の分野の資料に比べて非常に納本が少ないというのが現状です。ここでいうその成人向け出版物というのは、これも一つのデフィニッションなんですけども、アダルト出版物、ゾーニングなどによる自主規制で販売等を制限している図書、ビデオ、DVD を指します。例えばですね、アダルトコミック密室というタイトルの名前のアダルトコミックがありました。この場合ですね、小文館裁判というのが2002年から7年、5年にわたってあったんですけれども、小文館から出版されたコミック密室の非売性がですね、争点になったわけです。で、こういうことっていうのは我々、よくある話だなという感じがしますね。例えばチャタレー事件、チャタレー夫人を翻訳したその伊藤生と、その版元の小山出版の社長、両方とも非常に罰金を払わなきゃいけないというふうなことが起こります。それが1950年代ですね。あとは映画界では愛のコリーダの事件裁判というのがありました。これは1976年、映画がこの映画が制作された年から驚くことに1982年まで続いたわけですね。で大島渚監督はこの裁判を通して参加することによって、非常に自分の制作する資金も時間も労力も非常に取られてしまったと、後になっては
まあ、そういうことを話していますね。で、私実は今回 の発表で、いろいろなアーカイビングに関するその資料というのを当たっていたんですけども、筑波大学の図書情報の大学院でですね、木形明美さん、小川田明美さん、そして辻啓太、さんが非常に面白い論文を発表していましてですね、国会図書館に納本されている本、いない本ということを、いろいろ探していて、特にフォーカスをそのアダルトブックということで調べているんですね。でこれは2008年当時NDL、OPEC を調べるとですね、この密室というのは実は国会図書館にはなかったと。でこういうふうな漏れというのが何が問題があるかと考えると、つまり現在あるいは後世の研究者が小文館裁判を研究する際、現物を参照とすることが非常に難しい状況になってしまうというふうな問題が起こってくるわけです。でちょっと私はこれ面白いと思ったのは、納本漏れが、国会図書館で納本漏れが多い出版物というのは、もうその代表例が成人向け出版物なんですけど、もう一つは研究論文、シンクタンクや研究所などの出版物、予算が かけられた調査結果そのもので、図書館に納本されることによって情報が漏れてしまう恐れがあるため、納本を嫌うということがあるらしいんですね。なかなかこれは面白い、両極端 の納本漏れ のケースということで非常に面白いなと思いました。ここでですね、これでその映像とも結びついていくんですけども、納本体制、今 の国会図書館が取っている納本体制の問題点というのが、挙げられると思います。まず一つはですね、納本代行のシステムは取り次ぎ、例えば当販とかですけども、が出版社から販売を委託された出版物すべて自動的に納本するといったシステムにはなっていないということなんですね。つまり出版社の方が取り次ぎに流通を委託するシステムとはあるんですけども、それと納本を委託するシステムとは別物になっていて、出版社は納本を委託するしないでくださいということも言えるわけですね。お金もかかる話ですから、しないという、つまり自己検閲をしてしまうということが起こってしまうと。でもう一つの問題点は、国会図書館の国内出版物の網羅的な把握に疑問が残る。つまり網羅的な把握というのが、我々が考えているアイデアルな国会図書館はやっているはずだと思うんですけども、実際にはそれがなされていない。で特に、今 そのデジタル出版の流れ、ウェブの発達によって取り次ぎを通さない書籍の流通形態が増加している今、こういうふうな漏れが非常に多くなっているということが言えると思います。で特に、そのアダルト出版なんかの場合はですね、もちろん通信販売、あるいは直接の卸売、もう一つは自動販売機での販売、こういうふうなところでその読者に、その本が来る場合は当販を通してませんから、当然その納本を委託するシステムの中に載っていないというふうなことになってしまうんですね。それでは映像のアーカイビングはどうなっているのか。それを、私はもともと映画を研究しているものですから、そういうふうにアーカイビングでプリントメディアは今こういう現状だ、じゃあ映像のアーカイビング日本の場合はどうになっているか、それを調べてみました。日本のフィルムアーカイブ制作についてまず調べるのであれば、旧国立近代美術館東京フィルムセンターの方に、今は国立映画アーカイブと名前を変えていますけれども、そちらの方に聞くのが一番だ。で岡田秀則さんといって、彼は、アーカイビングについての本も出しているので、私は直接彼にですね、メールを送って質問をしたんですね。で日活ロマンポルノやアダルトビデオを国立映画アーカイブでリサーチできるんでしょうかという話を、したんですね。そうするとやっぱりさすがだなと思いますけど、 AV はもともとフィルムじゃないので我々は収集しません。
で日活ロマンポルノ等のその映画でまず作られたあの映像に関してはですね、寄贈されたものはあります。しかしなかなかその我々もあのバジェットの問題があるので買うということはなかなかできないんですと。あとパッケージ系電子出版物は国会図書館ですというふうになっていますという話があったんですね。日本の場合、公共政策としての映画振興政策は他の先進諸国に比べ非常に遅れています。でそれはまあいろいろ理由があるんですけども、例えばですね、文化庁が設立されたのが1968年、比較的遅い。国立近代美術館、近代美術館フィルムセンターが設立されたのが1970年。そしてそれに付随するまあ、貯蔵の場所でありますけれども、フィルムセンターの相模原分館が完成するのが1986年です。これら国立機関が設置された後も中央政府による映画振興政策は体系化一元化されることなく、文化振興、社会教育、文化外交、産業振興などに関わる多様な官庁により薄く広く展開された。ここがまあ非常に問題点だというわけですね。日本のそのアカデミー政策の問題点でこういうところがあります。で日本のことだけを言っていると比較ができないので、まあ、簡単に他国との比較をしますとですね、フランスの場合は非常に中央集権型です。国立映画センターが映画やテレビ等のオーディオビジュアル産業の規制と振興を司っています。アーカイブ部門は、ここもまあこれも比較的遅いんではありますけれども、1969年に設立、1992年からは上映ビザを受けた全ての映画を法的納入という形になっています。でアメリカの場合はまた大変違うんですけども、先ほどスツーさんがお話になっていました GLBT ヒストリカルソサイティの場合もそうなんですけれども、企業や大学、NPO など多様なフィルムアーカイブが自己資金のみならず公的機関で財団からの補助金、寄付金、税控除等によって運営されているケースが多いんですね。まあ、同時に政府がですね、大統領直轄の全米芸術基金 NEA というものを持っていて、それをこういった小さなアーカイブにお金を落としているというところもあります。またアメリカの場合は著作権の取る機関であるアメリカ議会図書館、これは1800年からあるわけなんですけども、ここが図書、地図、演劇、音楽作品、版画、写真等ともに映画を網羅的に収集しています。でここで使っているのが法定納入制度。日本におけるアーカイブ、フィルムアーカイブというのはいろいろありますけれども、先ほど言ったみたいに BL 漫画は必ずここにあるだろうと考えた人と同じように、立法府に属する国立国会図書館がまずあります。資料の収集方法は購入、寄贈、交換等によるものがありますけれども、その6割が法定納入によるものであります。法定納入制度の主な目的は、ここが諸刃の刃なところがあるんですけども、検閲というのがあるんですね。あと著作権の証明、そして文化保存です。財産権を保障する憲法第29条第3項、これによってですね、法定納入をされたものはそれに対する見合う代価を払わなきゃいけないというのがルールとしてあります。納入代償金というものなんですけども、単にその国会図書館はその納入されているものを受け取るだけではなくて、それに対する代価を払ってきている、これも現実ということです。なぜ映画フィルムについてはこの納入法が適用されなかったか、それはですね、1949年から納入が免除されています。その一つの理由は、販売が、映画の場合は販売が目的ではないこと、つまり映画そのものに値段がついていないので、その納入代償金が決めにくい。
代償金の計算が非常に難しいということですね。また映画の場合は保存が困難である、ナイトレートあるいはアセテート、どちらにしても非常に保存が困難である。そして保管スペースや上映施設がなかったということも一つの要因になっていて、それが理由で日本の映画というのは保存されてこなかったというふうな、バックグラウンドがあります。で、先ほど言ったみたいにパッケージ系電子出版物については法定納入が1999年から開始されています。 DVD、ブルーレイ等に関してはですね、ここで国会図書館には一応ですね、納入されているという話になっています。他には、先ほど話をしました国立映画アーカイブ、その他にも日本全国には大きな比較的大きなアーカイブとしては川崎市民ミュージアム、京都府京都文化博物館、広島市映像ミュージアム、福岡市総合図書館映像資料課などがあります。あとはもっと小さなところで言えば、例えば京都でしたらおもちゃ映画ミュージアムなどというようなところもあるんですね。この後者4つのフィルムアーカイブは映画を網羅的に収集するのではなく地方の特色を強調しています。例えば川崎の場合はドキュメンタリー、ニュースリールが強い、京都以外の場合は京都における撮影所で作られたもの、その京都で映画を作っていた映画人が作った作品、結果としては時代劇の収集物が多いと。で、広島の場合でしたら広島にはアニメーションフィルムフェスティバルがありますから現代アートアニメーションの収集に非常に力を入れている。福岡の場合はアジア映画祭が福岡で毎年ありますから、そこと そのタイアップでアジア映画のコレクションを強みにしています。国会図書館に匹敵するフィルムのアーカイブは国立映画アーカイブです。ここではあらゆる年代とジャンルの日本映画を網羅的に収集することを目的としています。現在のコレクションは 75,942 本、内訳 66,999 本が日本映画ということになっています。これは、2015年3月末の段階の数です。対比がだから 88% と 12% 外国映画と日本映画と外国映画の対比がそういうふうなパーセントになっています。先ほどもフィルムセンターのヒストリーで、かいつまんで話しましたけども、70年にフィルムセンターが設立し、で相模原分館をその建設し始めた段階、1984年にフィルムセンター、これは京橋の方にあるフィルムセンターですけども、ポジフィルムが消失します。それはおそらく、ナイトレートが自然破壊してしまったのが理由だということになっていますけども、そういうヒストリーがあります。でここが面白いですけども、1993年になるまでその日本のアーカイブっていうのは世界のアーカイブとはつながっていなかったんですね。でやっと FIAF 国際フィルムアーカイブ連盟に正会員として加盟するのが1993年、比較的遅い。フィルムセンターから国立映画アーカイブへ移るのが、昨年ということですね。でここには名前が変わっただけではなくて、これは非常に重要な意味があり、フィルムセンター当時はですね、法制度的には国立美術館として美術に関する作品その他の資料を選択的に収集するというふうな独立行政法人国立美術館法というに基づいていたわけですね。ただそれが国立映画アーカイブになることによってその区引きから解放されていると、そういうような大きな違いが現れているわけですね。公文書館法の適用が起こっているわけです。ここが私としては、どうしようもなく悲しい話ではあるんですけども、国立国会図書館でも全ての本が詰まっているわけではない。国立映画アーカイブはどうなんだろう、その規模そしてその充実度なんですけれども、これは単に予算と職員の比較です。他にも比較する要素はいろいろあるんですけれども、国会図書館の場合は211億3000万円の予算が来ている年にですね、同じ年に、おそらく2008年ぐらい、ちょっと古い情報なんですけども、
映像映画愛カードが3億5000万円しか予算が下りていない。うちですね、まあ、いろいろ予算がありますけれども、まあ、例えば図書目録購入費としてですね、国会図書館9億以上使ってるんですけども、映像アーカイブは9000万円しかないと。その予算の中でやりくりをしている。でもっとすごい大変なのが、職員の定員が国会図書館の場合は896人、2009年の4月の段階ですけども、フィルムアーカイブはもちろんパートタイムの方がいらっしゃいますけども、正職員として入っている方は11人しかいない。予算も足りない、人員も足りない。これがまあ現状だということです。国立映画アーカイブの収集法として、まあ、どういうふうな収集の方法があるか、これを、まあ、簡単にご説明させてください。収集の目的は網羅的収集であるが、実際としては予算、収納スペース、人員などのリソースは常に有限であることから、収集には優先順位が設けざるを得ないと。これは映画アーカイブ の出している資料の中に書いてある文面なんです。で、どういうふうな優先順位があるかというと、自国映画遺産の優先、劣化損傷したフィルム優先、散逸消失腐敗のリスクのあるフィルム優先、原版および原版に相当するフィルムの優先的な収集、上映企画、国際交流事業などで利用するためのフィルム優先。で、現実的には収集のやり方としてはですね、購入、非常に購入することは少ない。一番多い形が寄贈、そして寄託という方法もあります。それは映画会社の作品を映画会社のものとして、その版権あるいは所有権は映画会社が持つんですけれども、それをフィルムアーカイブ、映画アーカイブがそれをその委託を受けるような形で保存して見せるということをするということですね。最後になりました。日本でフィルムのアーカイブが遅れている要因というのをいろいろ考えると思うんですけども、それはまあもちろん映画そのもの自体、フィルムそのもの自体が非常に経年劣化を起こしやすい、つまりまあ非常にこう儚いメディアである。また日本の場合は自然災害が非常に多い、特に火災というのが怖いですね。先ほど話したようにフィルムセンターも火災になりました。また1923年には関東大震災で多くの映画が消失してしまいました。また映画検閲、それは当時戦時中よくありましたけれども、その映画検閲によってダメにされてしまった作品というのもたくさんあった。そして、まあ、日本は戦火で空襲を受けています。これも大きな原因です。敗戦後の証拠隠滅、つまり、まあ、非常にまずい映画はその敗戦後GHQ が来る前に消去されました。また GHQ による占領政策、多くの作品がアメリカの方に持っていかれたこともあります。そして一つはもうこれは最近の問題でもありますけれども、映画の法定納入制度の不成立、つまり法定納入制度というのを映画のために置かなかったせいで、日本の場合はその映画が網羅的に集められる機会を失ったと考えられます。また映画産業そのもの自体が所有化しましたので、映画作品が散逸してしまった。ここを強調したいと思います。貧しい文化芸術予算、これは国の責任だと思います。映画振興策の出遅れ、これも政策の問題だと思います。また正規職員の少なさ、これは先ほど指摘しましたけれども、11人ではどんなに頑張ってもできないことが多い。で、去年ですね、石原佳代さんが素晴らしい本を出してるんですけども、日本におけるフィルムアーカイブ活動史という本を出せました。そこでも彼女が書いています。地域のフィルムアーカイブも含め、恒常的な人員不足が日本のフィルムアーカイブ活動の最大の弱点となっている。私は今、まあ、アーカイブ研究を始めようとしているんですけれども、どういうふうな形で我々のような、まあ、学者ですね、研究者がこのアーカイブの、日本におけるアーカイブの問題に
貢献できるのかどうか、おそらく考えているのはその産業と官僚とあと学者の学術三官学が一つのそのまあミーティングを持つことによってですね、どういうふうにしていったらいいのかというようなことを考え、それをまあ政府の方に要請していく、そういうふうな機関を作る必要があると思います。あともう一つはここでは書いていませんけれども、日本ではアーキビストになるトレーニングする施設がありません。それはまあ図書館情報といって、その図書館のアーキビストになる訓練する場所ありますけれども、映像に関してはないわけですね。そういう施設を作る必要が必ずあると思います。まあ、こういったその指摘をですね、国の方に投げかけていきたい、予算を上げてほしい、人員を増やしてほしい、これはアーカイブの中の人たちの声ではなくて、外にいる我々が上げていかなくてはいけないのではないかと考えています。どうもありがとうございました。では改めまして、早稲田大学演劇博物館助教の久保豊です。ストゥーさんと道代さんの大変素晴らしいご発表の後ではなので、ちょっとプレッシャーかかっていますが、頑張りたいと思います。私は映画研究を専門としており、戦後に活躍した映画監督木下圭介の作家研究を主に続けてきました。本日の発表では、クイアな過去を求めて演劇博物館をクルージングすると題しまして、セクシャリティの観点から演劇博物館所蔵の演劇映画映像関連資料への光を当て直す試みについてお話ししたいと思います。2017年にテッドブリテンで開催されたイギリスのクイアアート1861から1967に代表されるように、同性愛者やトランスジェンダーを描いたアート作品を展示する試みは、2000年代半ば頃から主にスウェーデンと欧州を主に国外の美術館や博物館で少ないながらも挑まれてきました。このような取り組みをケーススタディとして、美術館や博物館がいかに美術、映画、演劇といったさまざまな芸術分野における主流文化及び異性愛規範的枠組みをどのように形成するのに貢献してきたのか、またいかにその過程において非規範的なジェンダーやセクシャリティを描く過去の提示や、それらに関する解釈の発信が排除されてきたのかについて、近年のアーカイブ研究ではその歴史を捉え直す議論が盛んに行われています。この問題は大学内、早稲田大学内にある演劇博物館にとっても他人事ではありません。本発表では昨年の4月以降調査した約350本の映画フィルム、数百の映画関連資料の中から発見した映画監督小林悟による男性同性愛者向け成人映画、いわゆるバラ族映画の資料をお見せしたいと思います。本調査から導き出されるのは1990年代初頭のバラ族映画への着眼なしには、同時期のアメリカにおいて流星していたニュークイアシネマと呼ばれていた映画群と当時日本で制作されていたクイア映画を従前に比較することはできないのではないかという結論です。資料の分析に進む前に演劇博物館について簡単に説明します。演博の通称で親しまれる早稲田大学坪内博士記念演劇博物館は1928年10月坪内逍遥博士が古希70歳に達したのと、その半生をかけたシェイクスピア全集全40巻の翻訳が完成したのを記念して、有志の協賛により設立されました。以降国内のみならず世界各地の演劇映像関連資料の収集に努め、90周年を迎えた現在ではアジアで唯一の演劇映像総合博物館として、およそ100万点に及ぶ膨大なコレクションを所蔵しています。映像資料分野が担当している資料のほとんどは博物、和書、AV 係、写真室など他の専門分野と連携し、実際の資料の管理を実際に任せているものもあります。主には映画プログラムやパンフレット、映画フィルムの整理や調査を
その段階でやっている授業に合わせて行うのが映像資料分野の助手の仕事となっています。遠泊の助手助教講師あるいは、まあ、他の職員も同じですが、我々は全て、まあ、任期付きであるというところから、前任者からの知識の引き継ぎは円滑に業務を進めるだけでなく資料を失踪させないためにも必須な作業です。幸いにもこれまでの助手映像助手と交流があった私の場合は遠泊に映画に関する資料があるはずという情報を着任後すぐに得ていたためデータベースを活用して資料調査を始めました。しかし事前情報をもとにいくつかの資料データを見つけることができたもののやはり生の資料に当たらなければ詳細は分かりません。実際にアーカイブの中を歩き資料の棚から何かの視線を感じる時があります。視線を感じる資料へと自らの視線をやり偶然の出会いを達成することである種の肉体的な快楽へと導かれる可能性、それはまさにゲイ男性やレズビアン女性が群衆の中で視線を交わし合うクルージングと呼ばれる出会いの手法と通ずる性質があります。でこちらに挙げているのはトッド・ヘインズ監督の2015年の作品キャロルという作品です。もう少し具体的にクルージングとは何かを的確に表した映像を橋口亮介監督の話から見てみましょう。シンポジウム前にスチューさんとお話をしているとちょっと古いねというふうに言われましたが見てみましょう。赤い服に身を包んだ男性はまさにブラブラ歩くブラウジングクルージングの行為をして視線を誰かと交わそうとするんですが彼の視線は、まあ、決して最後まで会うことがないと。代わりにこのシーンの最後バストショットで2度提示強調される主人公勝也と直也の2人の視線の交換はまさにクルージングの実践例であり画面がブラックアウトした後に2人が一夜を共にしたことが分かります。このように本来はクリアな人々の間で実践されてきたクルージングは物理的にアーカイブ内を歩き回り資料との視線の交換を経て異性愛規範的なナラティブから排除されてきた資料を発見しクリアな記憶の断片を発掘する一つの方法論として図書館学、博物館学、歴史学、映画学といった多方面で実践されています。ではここから具体的な収蔵資料を紹介していきます。前述した通り遠泊ではさまざまな分野の資料を収集してきた歴史があり例えば古典籍を収集する中で難色を扱う作品が含まれていることもありました。また寄贈された資料の中には興味深いタイトルを持っているものも多くありここに提示しているのは俳優小沢昭一の急増資料の中に芸の光源学芸の道を教えますと記された原稿用紙の束があり今後の調査対象の候補として挙げられます。続いて演劇の分野ではどうでしょうか。あさって1月20日まで開催中の2018年度秋季企画展現代日本演劇のダイナミズムで取り上げている 11のカテゴリーの中にはジェンダーとセックスと表しまして最近の劇団 Q といったような劇団をに注目していますがゲームブームのあった90年代まで遡ると北区塚公平劇団による公演ロマンスのパンフレット資料が収蔵されています。でこの中ロマンス2バージョンがあるんですが1年ごとに違うもので左手の方にあるものは比較的男性の裸体が載っている写真が多く含まれている一方で右側のロマンスよく1997年だったかなに公演されたものに関しては男性の裸体が極めて少なくなっていると。その1年の間に何があったのかっていうのは演劇研究の方たちにお任せして研究していただきたいなと思います。でさらにこちらはチラシのみの収蔵ですが橋口亮介監督の8種を原案とした3分の3という演劇が演目が劇団グリングによって2001年に公開されていたことが分かります。映像関連資料の中にはクリアな読みを可能とするものと同性愛を直接的なテーマとした作品に関するものがあります。前者では木下圭介監督による1959年公開赤春潮のプレスシート、後者ではドキュメンタリー映画螺旋の素描1991年や
橋口と同世代で女性の親密性を描くことに長けた風間詩織の火星のカノンのパンフレット資料があり、同時代の作品を見ることができなかった観客が当時の時代背景を再創造するために役立つ資料だと言えます。さてここからは小林悟急増資料について調査内容をお話しします。まず小林悟とは一体誰だったのか簡単に説明します。小林は早稲田大学文学部卒業後、1954年に映画監督近江敏郎の近江プロダクションに助監督として入社します。その後新東宝へ移り、清水博、石井照夫、田中邦夫の助監督を経て、1959年に狂った欲望で監督をデビューします。でこの狂った欲望には、菅原文太が主演しています。新東宝が倒産後大蔵映画に参加し、後にピンク映画と呼ばれるようになる肉体の市場を監督し、警察庁からわいせつ罪で摘発された第一号監督ともなりました。ピンク映画に嫌気がさしていた頃、小津安二郎に、小林悟のカメラワークはですね、小津安二郎 のローアングルとすごく似ているというふうに当時言われ、小津とすごくシンパシーを持っていたというふうに言われています。で、あるパーティーで小津安二郎に会った小林悟が小津にこう言われました。いや君、映画は何でも同じじゃないの、ピンクでもブラックでもブルーでもと励まされたエピソードも残っていますが、1960年代後半からはアメリカ、台湾、欧州へと渡り映画制作を継続し、1970年頃に帰国後別名義を使いながら月に何十本もの映画制作を続け、1984年に黄昏のナルシーとアポロマイラブという2本のゲイポルノを監督し、その後90年代にかけて継続的にゲーム系の成人映画を制作しました。でここでもう一つの逸話ですが、小林悟はテレシー・ウィリアムズとすごく深い交友にあったと。で、当時の新聞記事を漁っていると、テネシー・ウィリアムズから君はホモ映画を撮るべきだというふうに言われたという記事が残っています。遠泊が所蔵する小林悟急増資料は大きく分けて、1、映画フィルム、2、映画台本、3、制作資料以上の3つがあります。まず1点目の映画フィルムに関しては、今年度行ったフィルムの劣化調査から説明します。劣化調査では AD ストライプと呼ばれる試験紙を用いて映画フィルムから放たれている酢酸濃度を測ります。劣化レベルは0から3まであり、劣化レベルが上がるにつれ青色から黄色に変色します。この写真にある鉛筆に変色の基準が記されており、このフィルムだと劣化レベルはだいたい1から2の間というふうに判断できます。最初はこのように綺麗な青色なんですが、下の方にあります青色なんですが、劣化レベルが3だと瞬時に黄色く変色します。今お見せしているフィルム、この両者は同じものなんですが、だいたいこれで2時間ほど、本当になったら3日4日置かないと色が完全に変色しないんですが、これは2時間置いた後完全に黄色になりました。劣化調査の過程で数量的にも目立っていたのが、2007年に寄贈された寄贈登録された小林悟急増フィルム20本くらいあります。題名不詳のものばかりであるため、中身が男女ものポルノなのかゲイポルノなのか、その確認がすぐにはできないのですが、劣化レベルが進んでいるものを優先的にデジタル化する方向で進んでいます。続いて映画台本ですが、遠泊には少なくとも12本のバラ族映画台本があります。小林悟が監督したバラ族映画台本があります。中にはこの2冊のように製本されたものもありますが、バラ族映画の台本の多くはこのように間熱紙に印刷された台本をホッチキスで簡易製本したものばかりです。ポルノは基本早撮りアフレコをするので、アフレコの途中でどのようにセリフが変更されたのか、またアフレコのスケジュールも詳細に分かります。ヒットした商業映画をパロディ化することは現在のポルノ産業でもよくありますが、1992年11月公開の周防正行監督「四股踏んじゃった」の1ヶ月後には、
そのパロディとして四国フィックンザッターを制作しています。これらの映画台本は小林による映画書き込みが多く、非常に多く、制作途中の演出やセリフの変化が分かる貴重な資料である一方、同時に消失の危機にもさらされています。ご覧の通り、感熱紙に印刷されたインクは経年とともに薄れていきます。寄贈資料の中でもとりわけこの2冊、走る男たち、クライマックスの文字は非常に読みづらい状況となっており、こういった資料を優先的にデジタル化するのもアーカイブの役目だと考えられます。次の3番目、制作資料にはアフレコとダビング表、映倫の審査費用、すごく高いですね、映倫の審査費用というのは、ロケにかかった経理関係資料など、誰にいくら払ったかなどの情報も全て書いていますが、含まれていますが、中でも一番興味深い資料としてメモ、ノート類が挙げられます。このノート類はびっしりと小林の手書きで埋め尽くされており、バラ族映画の構想が書かれている可能性が低くはないと思いました。予想は的中し、これらのメモ、ノート類に繰り返し出てくる映画のタイトルがあります。それがこのアップセットうろたえるというものなんですが、その中に断片的にですね、ホモ、二丁目、ゲイ、エイズ、アメリカという文字が出てきました。その構想されていた作品のタイトルはアップセットうろたえるであり、小林のフィルモグラフィーにはそのような作品はありません。そこで構想案に繰り返し登場する断片的な情報を頼りに作品を絞っていったところ、主人公の名前や故郷から主人公の名前が M から M まさしに変化し、主人公が物語内に物理的移動を行うんですね。静岡から新宿、アメリカで、この一つの流れに着目し、また HIV ウイルスへの感染、そしてそのウイルス感染による家族からの感動、この4点とメモに断片的にあるワードを追っていったわけです。そうするとですね、1993年7月に公開されたサンタモニカの白いバラ、戸惑いという作品が出てきます。本作の主人公マサシは渡米後、アメリカ人の恋人とのセックスで HIV ウイルスに感染し、日本の家族からも見放されますが、最後にはアメリカで出会った友人たちに救われるという物語です。本作よりも少し前にビール・ビリッジによって提唱されたニュークイア・シネマが北米を中心に台頭し、日本へもその多くが輸入されました。ニュークイア・シネマの形式や表現方法には米国でのエイズ危機が強く影響しており、その影響に付随するネガティブなイメージこそがゲイやレズビアンがあるべき正しい姿や振る舞いを批判する力を持っていました。もちろんゲイというアイデンティティと HIV、エイズの問題との関係は、日本とアメリカでは1970年代から90年代において非常に異なるわけですが、少なくともこの作品を詳細に分析することなしに、1990年代初頭の日本におけるクイア映画の全体像を把握することはできないのではないかという結論に至りました。最後に今後の課題を3つ述べたいと思います。まず1つ目は知識の蓄積。今回の発表では主にゲイ男性を描いた作品のみに焦点を当てました。私自身、映画以外の分野におけるレズビアンやトランスジェンダーなどの表紙を含む作品に関する知識が非常に乏しく、円泊の収蔵品をフル活用するためには他分野の知識を身につける必要があります。第2に、大学内に設置された博物館として非規範的な、あるいは非規範的とされてきたジェンダーやセクシャリティに関わる作品の資料をどのように今後展示するか、あるいは展示することができるのか、また例えば歌舞伎などの演目をクイアに読み替える場合、その作品解釈を発信する際の制限は何なのか、その発信を行う場合、時に大学博物館であるということがしがらみになるのか、第3にジェンダーやセクシャリティに関わる展示をする際、博物館がある種のセーフスペースとして機能するためにはどのような空間やイベント設計が必要なのか、この3つの点を今後考えたいと思っています。以上で発表を終わります。ありがとうございました。ではラウンドテーブルと Q&A のセッションを始めたいと思います。ラウンドテーブルというよりはフロアのご来場
いただいた皆さんから質問をいただけたらなと思っております。じゃあでフロアの、左右にマイクを持った演劇博物館のスタッフがおりますので、手を挙げていただけ挙手いただいたらそちらの方にマイクをお渡しするという形で進めたいと思います。どなたか何か質問ありますか。本日はお話ありがとうございました。一橋大学大学院の佐藤と申します。一つお聞きしたいことがお三方にあるんですけれども、和田さんのお話でちょっと映画祭の話とかが出てきたり、久保さんの話も最後にそのセーフスペースとして空間をどのように使うかっていうお話が出てきたと思うんですけれども、その映画祭とアーカイブの連動についてどう考えてらっしゃるのかってことをちょっとお聞きしたいなと思ってて、その特にその日本だと今だとその昔レインボーリールってレズビアン&ゲイ映画祭っていう大きな映画祭でしょ、それしかないけれども、その中でもジャンルの偏りがあったりとか、なんかそこでしか見れないっていう問題点とかがあると思うんですけれども、その特にストゥーさんにお聞きしたいのが、そのアメリカの現在行われている LGBTQ とかクィア映画祭とかってどういうふうな現状になっているのかっていうこともお聞きしたいです。That's an excellent question. So, in the United States, I'm sure there are probably more than 150 different LGBTQ film festivals. The one in San Francisco is considered the largest one of the largest in the world, called Frameline. They have a very close relationship with the GLBT Historical Society. They also have their own archive of anything that is played. Most festivals do this. They'll have an archive of anything that they have exhibited that goes back to the beginning of their festivals, which I think mostly began in the mid to late 70s in the United States. The relationship I mentioned with the GLBT Historical Society and with archives usually makes the festival more of a cultural event. For example, many of the films are screened at a theater called The Castro, in the Castro neighborhood, which is a very LGBT-centric neighborhood. The museum that you saw in my presentation is just a block away, so free admission is given during the week of the festival to the museum, and it creates this nice, especially for young people, it creates this nice exposure to LGBT culture. ですね、私は福岡アジア福岡映画祭というのを実際に何年か前に京都大学の学生たち大学院生たちを連れて行ったんですけれども、そこの映画祭とその福岡 のアーカイブというのはつながっていて、で、そこで例えば私たちが行った年にはベトナム映画の特集の年だったんですけれども、そのベトナム映画の、もちろんディスクですけれども、それをその福岡のアーカイブが引き受けると。でそこに行くと、オーディエンスの人たちも、オーディエンスというか普通 の映画祭を逃した人たちも見ることができるというような形で、回っているわけですね。そういうのってすごくアイデアルなアーカイブと映画祭との結びつきだと思います。でレインボーリールっていうのも私非常に興味があってですね、ぜひ行ってみたいと思う映画祭なんですけど、私去年の夏にカナダから戻ってきたばかりでまだ行ってないんですけども、その辺もう少し私自身リサーチしたい映画祭の一つだと考えています。セーフスペースとしての博物館どうあるべきか、またセーフスペースプラス映画祭との連動というような関係性が可能なのかということなんですが、私自身も今回 その、演劇博物館の助手助教は3年目に自分の企画展というのを館全体として企画するんですが、その中で私がジェンダーセクシュアリティクリアを
専門分野としているので、その中でクイア展をやらないかというふうに今、企画を考えているところなんですね。でそこで、今回このシンポジウムで、お二人をお招きして、実践と、アーカイブのお話をしていただいたのは、その博物館としてそのセクシャリティやジェンダーに関するそのディスカッションというものをそのするための、こういったおの行動みたいなところを借りて主催するのか、あるいは博物館の中の小さなシアタールームみたいなところである一本の映画を上映してその映画についてディスカッションするのかとか、早稲田大学に来て、ダイバーシティ推進部でしたっけね、ありますが、その学生をもっと、キャンパスにこう出させて、でその中でこう演劇博物館っていうものがこう入れない場所になるのではなくって、セクシャリティやジェンダーに関してその話がしたいとかディスカッションがしたい、あるいは何か映画を上映したいとなった時に、それをオープンに受け入れられる空間っていうものをどうやったら作ることができるかなっていうのを考えていきたいという段階なんですが、まだなのでその現段階でそのセーフスペースと映画祭がどう連動するかというふうに演劇博物館の方からは、まだ私自身考えているところですが、もしかすると、演劇博物館にシアタールームがあるんですが、そのシアタールームで小林悟の映像をデジタル化した後にもしかしたら上映することができるかもしれない、そういったそのセクシャリティやジェンダーに関する映像をがっつり流すことをできるように整備していくっていうのが今後の課題かなと考えています。ありがとうございます。行きます。カリフォルニア大学で教えている山本です。スティーさんにお聞きしたいんですけれども、今日見せてくださった映画、あるいはこの、もう少し大きなプロジェクトとしてこうオンビデオを発掘あるいは保存していく、それによって、そのクエアの人たち の, そのいわゆる、プライベートな空間経験というものをその、一般 の, その今まで見られなかったところにその見られるようにするということ自体はすごく重要だと思うのですが、実際にそのいわゆる甲の歴史あるいはヘテロセクシャルな記憶に対峙したときに、そのクエアという存在がその何て言うんですかね、その不可視化されてきたという現実を踏まえた上で、そのクエアというものをいわゆる対象としてではなくて方法として、そういうようなある種のヘテロセクシャルな歴史観に対する意義もとして、そのある種のクエアをメソッドとして使うことを考えていらっしゃるのかどうか、それはさっき久保さん の, あのスライドの中にも少し出てきましたけど、その最近 の, そのやっぱりそのアーカイブルスタディーズの中では、そのある種のクエアアプローチっていうのが人気というか注目を浴びてきているところもあるので、その辺の関連と自分のプロジェクトがどういうふうに関わっているのかというあたりを聞かせてもらえればと思います。 You talk, maybe you could clarify the question for me a little bit. So the home movie making has been a method for heterosexual family members to keep their memories and pass down their memories as a visual, audiovisual, legacy.And his question was whether or not you're, not. His question is that not just, excavating, home movies by queer people, but also he's asking if your your taking care of those home movies by queer people.Can be a method to, queer the home movie making itself. Well, I can just actually ask you in English. So, given the fact that private life of queer or gay people
have been invisible in kind of heterosexual history or memory. How you want to actually use, you know, these kind of memories or document or documentation of queer life, not just simply as an object, but as a method to actually speak back to that kind of heterosexual conception of history itself. Well, let me see if I can answer the question, and thank you both for clarifying. I think that the power of LGBT queer home movies is that we do get to go back and rewrite the heteronormative writing of history and do it in a way that provides context. I think what home movies provide is a chance for us to not have history telescoped. I feel like history often gets oversimplified. For example, the movie that you saw there of the Japanese Americans being interred was, in my country, that experience is taught as there were Japanese Americans in a community and there was everybody else. But that home movie clearly shows a context that was lost over time by the oversimplification of history. There are people in that clip that you see clearly cared about each other, even people who were watching from the sidewalks. Not all of them, but some of them. And there were clearly in home movies, you see the nuance of relationships that that you don't get in works that are created for public consumption or for education. Does that help clarify just a little bit? Hello, my name is Brad Weiger, and I am a film director and producer in the States, in Los Angeles, and working on a television show there as well. I came to Waseda Daigaku to study Nihongo and find myself here where I'm living while I still work in the States, or at least for a while. My question is interesting in light of all the things you've discussed, in that the subject of this seminar is excavating queer memories or through visual media and archives. Some of us here, maybe Stu, for example, may not know that homosexual life was rampant in Japan for hundreds of years. In the Edo period in particular, Kabuki was the center of most merchant homosexual activity in all of Japan. And in fact, most of the Kabuki actors were regular participants and often could be purchased for homosexual activity by thousands and thousands and thousands of people throughout Japan. And that's a matter of history that is available to everyone to know, to discover. Japan has also telescoped that history a bit as a culture. And most people have either forgotten it or don't know it to be true. What I find interesting about the museum is that it is considered to be the largest collection of Kabuki artifacts in the world. Even the producers of Kabuki today, the company, comes to the museum often for its history and its imagery and its scripts, the original scripts, and the ukiyo-e prints of the Kabuki. I'm curious why the museum has not encouraged a study of its own archives and its own artifacts to uncover its own history, because so much of it is gay. I mean, I suspect I know the reason, but I guess I'm asking directly why the museum has not considered that subject for
inspection because I think it would be an incredible statement to all of Japan and to all of us and to anyone who might be interested in the true history of same-sex relationships, male-to-male relationships in particular, because Stu, you may not know that there weren't many recorded female-to-female relationships, at least in the literature, but there it's clear that that was true of male-to-male relationships because they were the ones that did most of the writing in that period of time. So I know that was long, but specifically, the museum is the archive of so much true homosexual history, I'm surprised hasn't been curious about it. Thank you. Thank you very much for the question. It's the same question that I've been having ever since coming to Waseda University. I've been here only 10 months, so I've asked several times why you know, the museum itself hasn't been focusing on Kabuki and Ukiyo-e collections to uncover the history of homosexuality, maybe. There's one thing that I want you guys to know that the museum has been holding a weekly conference on ukiyo-e study. I mean, studying on ukiyo-e. So it's not that the museum hasn't been using ukiyo-e or other materials relating to kabuki for scholarly study. But I'm also interested in why no one, maybe in the past some people may have asked or tried to try to go that direction, but I haven't got the answer from anyone in the museum, and I wish I could say something, but at the moment, I don't have any answer to that. And at least what I'm thinking is that having worked at the museum, located on university campus, I think I mentioned it in my own presentation as well, but the museum, as a museum, we need to be careful with what we transmit as an information, as an interpretation. So I think that's one of the things that scholars or people who are involved with the museum may have not come up with any solutions to, So that's something I want to think about too, and something that I want, and also the museum itself, I think, wants advice from the people in the community. So does it answer your question? Yeah. Yes, and I also want to be clear. I love the museum. I'm a member of the museum. I use the library in the museum, the foreign books, the Japanese books. It's a wonderful place. But I feel the irony of that dilemma is almost too large to ignore. That Kabuki was the center of same-sex life for more than 200 years in Japan, or at least outside of the monasteries and the samurai. And yeah, I'm sure you know that. And the fact that it's not under review or consideration, I think, is ironic, I guess, is the word I would say. And thank you for addressing the question.私はあのアーカイブの人たち、ミュージアムの人たちが、歌舞伎に限りませんけれども、そこでその集めているものを研究していない、学習していないとは思わないんですね。例えば、早稲田の演劇博物館というのは、
非常にその研究の中 の, その一部を支えている場所なわけですね。例えば私あのアンダーグラジュエットの時に歌舞伎のクラスを早稲田の文学部で取っていたんですけども、その時に内山先生という女性の先生がいて、まあ、非常に歌舞伎を丁寧に教えてくれる先生 で彼女がよく言っていたのは、そのとにかく歌舞伎に行ってください、歌舞伎が非常に高いけれども、もし行くのであれば私が末席の席ではありますけどチケットを買ってあげましょうというような先生だったんですね。でその我々に課せられたそのアサイメントの一つだったんですけども、演劇博物館に行って何かをその自分が一番興味があるものをリサーチしてきて、それをもう自分 の, その論文にするというようなハードもあったんですね。つまり博物館というのは研究の一部でもあるわけで、彼らは非常に特に、まあ、早稲田というのは特に歌舞伎に関しては理想的な研究システム の場所だと私は考えます。質問ありますでしょうか。プレゼンテーションどれもとても興味深かったです。ありがとうございます。ちょっといくつも質問が思い浮かんでどうしようかなと思ってたんですけど、一つ、マダックスさんに質問で、ホームムービーからドキュメンタリーを作るっていう作業についてちょっとお伺いしたいんですけれども、ホームムービーっていうのはすごくボーリングなもので、日常が映っているところからコンペリングなものを作るっていうのはすごい難しいって話をされてたと思うんですけど、でもホームムービーのなんていうか良さみたいなのって映っちゃったものがたくさんあって、映る気もなかったもの、そのプロの人が作ってるわけではないから、こう回収されない伏線がたくさん残ったまま、ダラダラダラっていう風に映されてるものだと思うんですけど、でそこがそのもしかして例えば亡くなった人を思い出したり、もう会えない友達のことをこう記録を見たりするときに、あそここそがこうちょっと愛おしいっていう気持ちにさせるもののような気がするんですが、このホームムービーからドキュメンタリーにこう転換してしまうっていうことで、まあ、逆に見えなくなってしまうものとかもあると思うので、その辺についてなんかこう考えられていることとかあったら教えていただきたいなと。Sure. I think, well, first of all, I think it's worth asking, would any of these people want their home movies to be put into a documentary? And I struggle with that every time we have a screening. And my answer to myself is, to the greater good, these folks have contributed unwillingly to a project that I hope is going to make the world a little bit better. As far as unintentional images. Well, so the whole reels are unintentional by their very nature. They're meant to be personal memories, but ask yourself in some small way, would you want this? Maybe there is some documenting of a life, of my life. I feel like this is important and I would want somebody in the future to actually see this. So in that way, I think that these unintentional images and may actually in some, maybe 10% is actually intentional. I think about the whole movies of my own personal life or my own images. We live through very exciting times and we want people to really understand, no matter how unintentionally we may shoot on this, wouldn't it be wonderful if somebody 100 years from now found this and knew the context that I spoke of in the previous answer that you can't get from a documentary filmmaker like myself taking those images and condensing them or reconstituting them into his own message. I think also that the mundacity of these home movies, in other words, the documenting of the very, very day-to-day things, doing laundry, having a birthday party, cooking a meal, is by far the most interesting thing to me as I went through the out. It was boring,
but it was pleasantly boring because it showed normalcy. And I'm not sure if I made clear what it's like, but we have images of news archival footage of LGBT people being arrested. We don't have images that show a happy existence. So just the day-to-day mundanity that's documented in these unintentional images is so valuable. And I ask their forgiveness for letting me use them. まだ10分ほどあるので、他に質問ございますでしょうか。立命館大学のミスと申します。非常に興味深いご発表ありがとうございました。さっき の歌舞伎の質問でちょっと私自身考えたことを個人的な考えなんですけどちょっと言っておきたいなと思ったのは僕も早稲田の演劇科の出身なのですけれども歌舞伎も勉強してきたんですけれども、まあ、近世以前 その南色 その文化っていうものと、まあ、現在 そのいわゆるそのホームセクシャルとか、まあ、LGBTQ の文化っていうものはもちろん地続きの部分もあると思いますし断絶している部分もあって特にだからこそその異性愛規範というものが存在していなかった近世以前 その異性愛規範をその脅かさないところで その難色の文化というもののあり方とその今 その、まあ、異性愛体制下のあり方であれば違うというところがあると思いますのでやっぱりそういうところで不可視化されていた記憶を発掘するというのは非常に意味がある。ことだととても重要なお仕事だというふうに僕は考えています。なので、まあ、そういう意味でそういう視点から近世以前 その難色の文化とどのように対話していくかっていうようなことは、まあ、一つの課題にはなっていくんじゃないかなっていうふうに思いますので非常に期待しています。でそれからもう一つはマダックさんのお話すごく面白かったし、まあ、この話は多分久保さんの話ともつながってくると思うんですけどクルージングっていう話があったんですけど、まあ、そのホームムービー自体が持っているそのクイアなその、眼差し、視線っていうものとそれからそれをこう編集していく時にその、監督の、マダックさんがその、持っているそのクイアな視線だから重層化したクイアな眼差しっていうものがドキュメンタリーの中にこうあって非常に僕は面白いなというふうに思いました。だから久保さんがやられているようなことも多分そういう久保さんならではのそのクイアな視点をさらにこう把握することによってこう出していってそれがこう例えば展示になったり研究になったりしていくというのは非常になんか刺激的なプロセスだなっていうふうに感じています。それですごく単純な質問なんですけどまあ、ホームムービーは非常に面白いと思う。さっきボーリングっていうことがあったんですけど一方で非常にプライベートなものですよね。で、まあ、そのプライベートなものを、まあ、使って、まあ、ドキュメンタリーを作ってらっしゃるわけなんですけれどもさっき契約の話が出ていったと思うんですけど例えば僕らはその博物館に行った時にそのホームムービーそのものを見ることはできるんでしょうかね。それともドキュメンタリーという形でしかアクセスすることができないのか多分契約っていうこととも関係あるのかもしれませんけれどもちょっとそこのところが気になったのでご質問したいと思いました。 So it's very exciting they are putting it's very exciting they're putting most of these collections these original films online and you can seeRight now, some of the original, the complete versions of some of the excerpts that I chose from this documentary. And that's their goal, is to put it online. And I think that's very important because I think the power of seeing these images is for people anywhere to not have to come to a physical place, but to be able to see the hope that I saw from anywhere in the world. The
the contract that we had with the archive was to make the film about the films themselves, not about the history so much. But this shorter educational version was designed to be used in California public schools, where LGBT education is mandated to be taught at an elementary and secondary level. So what you saw there basically was LGBT history in California 101. And so I think that that's why some of the choices were made that I made. But maybe the choice of boring was bad. Because as we've kind of both collectively decided here tonight, that the day-to-day stuff is actually fascinating, isn't it? The boring part was the parades. The boring part was the events, shooting something, not pointing the camera this way, but pointing it that way. So there is no end to the Pride Parade footage that we looked at. And there's a lot of great floats, and there's a lot of great speakers and things like that. But the real people living their day-to-day lives, I'm going to take that back. It's not boring at all. It's the fascinating part. So if you document your life, point the camera, you know, this way instead of that way. I'm doing it backwards. Point it this way instead of that way. Yamato と申します。質問というのは提言なんですけども、私は48年ほどテレビ局でドキュメンタリーを作っていました。その立場からドキュメンタリーのことにちょっと触れたいんですけども、さっき見せていただいた中で日向ぼっこするシーンが非常に感動しました。素晴らしいなと思いました。それで私たちは経験上思うんですが、撮っている時の文脈とは違う方向でですね、もう一遍発見するということがあるということを、経験的にも知っています。そういう意味で、保存することは非常に大事なことだと思っていまして、アーカイブのことも非常に気にしていました。でそんな中で経験的に感じているんですが、一番映像が少ないのは私が、VTR を始めました1984年頃のから、5年ほどの間はほとんど映像が残ってない。なぜかというと VTR が、貴重だったのでどんどん上書きするんでですね、下の映像はどんどん消えていくということが起こりました。だからひょっこり氷山島なんかは、6本ぐらいしか残ってなくて大半は消えてます。そういう意味でですね、その、消えたその映像なんかをなんとか復元したいなと思ったりもします。で一方でですね、もう一つその映像でぜひ保存しとかなくちゃダメだなと思うのは、私たちの仲間もそうですが、撮った映像っていうのは大体、その番組になったら20倍ぐらい撮ってるわけですけども、ラッシュとして持って ありましたが、ほとんどのやつはみんな廃棄されるわけですね。でも実は担当者はみんなそれぞれ自分の大事な宝物として持っているわけです。それがかなりのものとしてあるんじゃないかなと。そういうものを発掘していくのも一つ方法があるんじゃないかなと思いました。以上です。それでは、19時25分までが一応定時なのですが、もし質問等ございます場合は一旦閉じてからフロアの方、前の方まで来ていただければと思います。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。本日のシンポジウムの内容が少しでも今後の何かを考える機会になればなと思います。で、アンケートの方もお配りしておりますので、ぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。で最後に、ゲストのお二人に温かい拍手をお送りください。外は寒いと思うので、暖かくしてお帰りください。ありがとうございました。